はい。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初めてアクセスを使う方に、アクセスでテーブルを作成するときのコツについて解説させていただきます。この動画はアクセスを初めて使う方や、アクセスの検索を早くしたい方、フォームの作り方についてなんとなくわかったので、もっとアクセスについて知りたい方にお勧すすめします。 また、この動画をマスターすると、効率が良く、早く検索できるテーブルを作ることができるようになります。この動画では、主に3つのことを説明します。1、主キーをつける。2、データの矛盾を防ぐ正規化。3、高速検索を実現するインデックス。です。 アクセスでデータベースを使うためにはいくつかの段階がありますが今回の動画は一番最初のデータベースまたはテーブルを作る部分です。その後フォームを作ってデータベースを使うという流れになります。今回の内容はアクセスだけでなく他のデータベースソフトでも使える重要な内容なのでしっかりと覚えていただければと思います。 では、最初の主キーをつけるから始めていきます。データベースは複数の人が同時にデータを参照したり更新します。ルールを守ってデータを更新しないとデータベースの中のデータがおかしい状態、矛盾状態になります。この矛盾状態を防ぐ方法の一つとして主キーがあります。 ご覧いただいているテーブルは、注文番号、注文日、商品名、個数でできていますが、注文番号が決まると、注文日、商品名、個数が一つに決まるようになっています。このように、ある項目が一つに決まると、残りの項目が一つに絞り込まれるとき、この項目を主キーと言います。ですから、ここでは、 注文番号が主ーとなります。二つ目はデータの矛盾を防ぎ、効率よくデータを管理する正規化についてです。第一正規化から第三正規化までを説明していきます。まず、こちらをご覧ください。ある会社に届いた注文表を例に正規化について説明していきます。注文書には、 注文番号、注文日、顧客番号、顧客名、顧客の住所と電話番号、そして注文された商品についての情報が書かれています。さて、この情報を一つのレコードにするとこちらのようになります。先ほどの注文内容が羅列されている状態です。 この動画で主キーについて解説させていただきました。このテーブルでは注文番号が決まるとその注文に関する情報が全て決まります。注文番号が主キーになります。では、矛盾を減らし効率よくデータを管理する方法、正規化の最初の手順、第一正規化について説明していきます。 第一正規化は繰り返しをなくすということです。ご覧いただいている通り、このテーブルには注文された商品の部分が繰り返し出てきます。第一正規化では、この繰り返しの部分を別のテーブルにしてしまいます。別のテーブルにした場合、商品番号が決まると、商品名と単価が決まります。よって、 新たに作る注文明細表のテーブルは商品番号を主キーにします。このままですと元の注文書のテーブルと新しく作った注文明細表のテーブルには関連がありません。そこで注文明細表には注文番号のフィールドを設けて注文書の情報と関連付けます。 ここで、注文明細表における注文番号のことを外部キーと言います。このように繰り返しがある部分を別の表にする作業が第一正規化です。では、次に第二正規化について説明します。第二正規化では、複数の主キーがある表を対象にします。 先ほどの注文名採取表、注文番号は外部キーと説明しましたが、注文番号と商品番号の2つが揃っていないと、この注文の商品番号、商品名、数量を1つに絞ることができません。そのため、この表では注文番号と商品番号の2つが主キーとなります。さて、 第一正規化では表の中で独立しているデータをさらに別の表にすることを考えます。この表をよく見ると、注文番号と商品番号の2つが決まると数量が決まりますが、商品名と単価は商品番号だけで決まります。ですから、この表の中では、商品番号と商品名、単価は、 独立していると言えます第二世紀化ではこの独立している部分を別の表にするのでご覧いただいている通り「注文明細表」は「注文番号」と「商品番号」「数量」の3つの項目になり「商品表」という新しいテーブルの項目として「商品番号」と「商品名」「単価」を作ります。 注文明細表では商品番号がないと何の商品の数量かわかりませんので商品番号を外部キーとして商品表と関連付けます。最後、第三正規化です。これで最後ですから頑張りましょう。第三正規化も独立しているデータを別の表にします。ただし、すべての表を対象にします。 さて、残った表を見て、主キー以外である項目が決まると、他の項目が決まるものがないかを探します。よく見てみると、顧客の情報は注文番号とは直接関係がなく、顧客番号が決まると、顧客名、住所、電話番号が決まるということがわかります。ということで、注文表から、 顧客に関連する情報を別の表に移して顧客表とします。注文表と顧客表を関連づけるため、注文表には顧客番号を残して外部キーとします。顧客番号は主キーとして他の顧客と重ならないようにします。これで第三世紀化まで終わりました。 簡単にまとめると、表の中で繰り返しや独立している部分を別の表にして、元の表には別の表に分けた表の主キーを外部キーとして残すということです。正規化をすることでデータを効率よく管理し、データを更新したときに整合性を維持しやすくなります。テーブル作成のコツ、最後は 高速検索を実現するインデックスについて説明します。まず、普通の検索方法をご覧いただきます。1001から1100までのデータがあり、1049を検索する場合、通常、上から順番に検索します。普通に考えると当たり前ですが、もっと効率のいい方法があります。ちなみに、 この方法だとこの場合最悪100回データを調べる必要があります次にインデックスを使った検索を見てみますインデックスを使った検索はあらかじめ小さい順に並べておきます検索するときに全部のデータ件数の半分つまり真ん中のデータと比べて大きいか小さいかを調べてみて 2回目は該当した方の真ん中を調べていきます。このように検索していくと、この場合の一番の最悪の場合、7回調べる必要があります。この方法だと、普通の方法よりかなり高速に検索することができます。インデックスを使うためには、フィールドにインデックスの設定をします。インデックスは、 主キーにも設定できますし、主キー以外の項目にも設定することができます。インデックスを使うコツとしては、インデックスをつけるとその項目を検索する場合には検索が早くなりますが、デメリットとしては、インデックスをつけた場合、そのテーブルにデータを追加や削除するときに、インデックスの作成、つまりデータの並び替え、 が発生するため、更新処理に時間がかかるようになります。ですから、よく検索する項目に絞ってインデックスをつけた方が良いでしょう。今回はテーブルの作り方のコツについて解説させていただきました。テーブルの作成方法によって、矛盾の発生しやすさや、検索の速度が変わってきます。 重要な項目なので、しっかり押さえていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、初心者、中級者向けに IT に関する情報を配信しています。皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。では、また動画を配信します。お楽しみに。